北の魔法使いの特別かっこいいところをそなたに見せてやろう。氷の上を軽やかに滑ったり、華麗に宙を飛んだり、縦30回転、いや、縦40回転だってできるのじゃ。くだらないこととか、うん、賢者様、起きたばかりで少しぼんやりしていたようだ。今のお話もう一度聞かせていただけませんか？僕に優しくしてほしいなら、みっともなく頭を下げて頼んでみよう。誰もが同情するくらい無様に、犬みたいに。そうしたら可愛がってあげるかも。残念、時間切れ。